アーサー・デューイ・ストラブルは、アメリカ合衆国の軍人、海軍大将。1894年6月28日ストラブルは、オレゴン州ポートランドで生まれた。ポートランドの高校を卒業した後、1911年にアメリカ海軍兵学校に入り、1915年6月に卒業した。主幹としての最初の6年間は2隻の巡洋艦と3隻の 駆逐艦で勤務した。1921年から1923年には、陸上勤務に移って、兵学校の教官を務め、その後戦艦カリフォルニアに乗務した。1927年から1940年までは、戦艦ニューヨーク及び、巡洋艦ポートランドで、及び海軍省、第12海軍区で勤務し経歴を重ねた。 1940年から1941年にかけては戦艦アリゾナの副長、ケイジュン・トレントンの艦長を歴任。1942年5月トレントンを離れて、再び広報勤務に移った。1944年少々に昇進し、フィリピン方面での戦闘式に参加した。1946年から1948年まで、 太平洋艦隊水陸両用戦部隊指揮官。1948年4月に中将に昇進し、海軍作戦本部副部長を2年間務めた。1950年5月、第7艦隊司令官に着任し朝鮮戦争に参加。新川上陸、元山上陸など困難な状況の続いた戦争初年において第7艦隊を指揮した。 1951年3月第1、艦隊司令官に転任。1955年6月まで、統合参謀本部などで勤務した。同月、大西洋予備役艦隊の司令官に転じた。1956年7月退役。退役に際し、選考によって、大将に昇進した。1983年5月1日、没。ありがとうございます。